日本語コンテペ,ペイ。日本語コンテペ,ンテペ。子供と一緒に行ってます。日本語コンテペの時間ですね。皆さん元気ですか。今日は暑さとか寒さについて。暑さとか寒さですよ。はいはいはい。皆さん元気ですか。日本語コンテペの時間ですね。あのー、実は今まだ。 エアコン、暖房ですね、ヒーティングね、をつけてます。えー、かなり弱くつけてます。この部屋で。ね。まあ、あの、ちょっとだけ寒いんですよ。この1階の部屋。2階の部屋は暑すぎる。だから2階の部屋にいるときは、ちょっとだけ 冷房をつけるクーラーねあの人間にとってちょうどいいっていうのが結構あの少ないこの温度な気がします、えー、僕がわがままなだけかもしれないですけどなんかちょっと寒すぎたりちょっと暑すぎたりちょっとだけでもね あ,あエアコンを入れなければあの寒すぎるとか暑すぎるとか感じてしまうんですよね。実は本当にちょうどいいのってあんまりないですよねちょうどいい温度。暑くもない寒くもない。まあ春とか秋はそういう日もあるけどそのそういう日でさえもね あのその時間はすごい短い短でしょ例えばね昨日昨日ですよ昨日あの昼ぐらいに外に出た時あちょうどいいと思ったんですね暑くない寒くなないい寒だから、まあ、まあ格好もですねあの、まあ、T シャツに、まあ、ちょっとフーディーみたいので外に出たんですよね。 えー、まあ1時間ぐらい歩いてちょっとコーヒーを飲んで奥さんと一緒にちょっとカフェに入ってで多分1時間ぐらい話したかなそして外に出たら寒く感じたんですよね寒くなってるんですえー、まあだいたいそうですね家を出たのが多分1時半ぐらいでカフェを出たのがまあ4時ぐらいだったかな午後4時ぐらいで寒いんですよもう。 あれ寒く感じるいやもちろんねその十分ジャケットみたいなのを着てれば寒くないんですけどあのー、まあ家を出る時は結構ポカポカ暖かかったんでまあ薄着でしてね本当に T シャツに薄いフーディーぐらいだったんでなんか寒く感じたんですね4時4時の,あの風でああ寒いと思ってまあ家に帰って。 まあ,あのちょっと暖房をつけましたなんていうかな本当に短いですよねそのちょうどいい時ってだからいつもこの季節でもまあ一応ちょっとジャケットが必要だったりでもジャケットを持っていっても昼の時間は全然着ないですよね暑いからだから昼の時間はジャケットを こう手に持ってね手に持って歩くことになるでしょめんどくさいですよねでもそういう日はまあ夕方とか夜ぐらいになるとあ良かったジャケットを持っておいてそうなる。えー、なんか一日の中でその朝は涼しい昼は暑いで夜はまた涼しいそうなるんでちょっと難しいですよね。 あのー、まあ温度だけじゃなくて例えばですよ昨日あのカフェの中で気が付いたことね、えー、まあウェイトレスの人が来て「はいお決まりでしょうか決まりましたか?」ってお決まりでしょうかと聞いてああはいはいはいじゃあコーヒーお願いします」そうするといつもね日本の,あのウェイターやウェイトレスの人はいつも「ホットでしょうかアイスでしょうかホットそれともアイス 温かいコーヒーがいすねそのヨーロッパでは基本的にアイスコーヒーってほとんどの国であんまり飲まないんですよねだから「えアイス?ね」っていう感じいやホットですよもちろん、ね」そう思うんですけど日本では夏になるとアイスコーヒーを飲む人が多い、ね、僕も結構飲みますね。 あの暑い日に冷たいアイスコーヒーは美味しいんですねでもこの季節ってちょっと難しいんですよねさっき言ったようになんか暑いのか寒いのかよくわかんないあのそしてお店の中もちょっとこうまあ暑い時と寒い時とあるでしょ <laughs> ちょうどいい時があんまりないんですよねだからえー、これどうしようかな確かに外は暑くて 外歩いたからちょっと暑いけど今アイスコーヒー飲んだら寒くなっちゃうよなとかホットコーヒーはちょっと暑いかなとか難しいですねそしてあのコーヒーのホットホットコーヒーって暑いんですよかなりもうなんかの飲めないぐらいのね暑いってねこの今僕はホットコーヒー飲んでるんですけど暑すぎるでしょ ホットコーヒーはそしてアイスコーヒーはいつもあのアイスが入ってるもちろんあの氷ですね氷がたくさん入ってて冷たすぎるんですよちょうどいいのがないかないつも思いますねえー、コンビニコンビニに行った時も思いますよね例えば冷たい飲み物 いつもあのペットボトルの冷たい水とか冷たい飲み物がありますよねそして温かい飲み物もまだあるんですね温か,温かい飲み物は多分夏にはほとんどなくなるんですけど日本のまあ秋冬春ぐらいまではえー、温かいお茶とか温かいコーヒーがコンビニの中で買えますでもそれ暑すぎるんですよねちょっと 本当は常温常温っていうのは暑くもない寒くもない普通の温度ね、えー、例えばペットボトルを外に冷蔵庫の中じゃなくて冷蔵庫のの外にに置いておくと普通の温度になるでしょ例えば僕がスペインにいた時にスーパーマーケットに行くと、まあ、いつも水とかは普通の温度でありました、あのー、日本のスーパーはいつも日本のコンビニとかスーパーは ほとんどのの場合冷蔵庫の中にあります、まあスーパーは冷蔵庫の外もあの結構ありますでもコンビニねコンビニはほとんどの飲み物は冷蔵庫の中にあるからちょっと冷たすぎるんですよね極端ですよね冷たい飲み物か熱い飲み物かちょうどいいのがない天気も冷たい寒い時と暑い時コーヒーもホットとアイスどうしてちょうどいいのがないですか どうして僕、僕たちの体の温度ぐらいね。体の温度って36度ぐらいでしょなんかそれぐらいのものってないですかコーヒーはいつも100度に近いね。80度、90度、熱々でしょそれとも、あの、まあ、アイスコーヒーは、まあ、あ多分10度ぐらい、5度、10度ぐらい、ちょっと寒すぎる。36度ぐらいの飲み物、ないですか <laughs> ?36 度ぐらいの飲み物。 あとはあのこの、えー、気温ですね気温はどれぐらいがちょうどいいの ?20 度ぐらいでしょ多分20度ぐらいがちょうどいいんですよねただトリッキーなのがねちょっとこう難しいのが日本ってあの春に結構風が強くて20度でも冷たい風が吹いてると結構寒いんですよ だか2 0 °で天気がいい時と2 0 °あで風が吹いてる時は結構違ってまあ2 0 °で天気がよくて風が吹いてる時もあるし2 0 °で曇りで風が吹いてる時もあってあとは太陽が当たる場所ね日向と言います日向にいる時と太陽が当たらない場所日陰と言います日陰にいる時とまあ感じ方が違うでしょ。あと自分にもやりますよね 例えばラーメンを食べたすぐ後とか暑いですよね。でも例えばさっき言ったようにアイスクリームみたいなねアイスコーヒーとかアイスクリームを食べたあとはちょっと寒いでしょ難し,い,難しすぎるいわゆるビーンカンフォタボーって言いますよねそのちょうどいい心地がいいそれがあの難しいんですよ。本当に本当に どうに？まあまあ。皆さんどうですか？今日も元気ですか？平和なトピックでしたね。はい、素晴らしい。平和のトピックを話しましたね。10分間というわけで、皆さん今日も頑張ってください。ちゃうちゃうアスレがま,またね。またね。また。ね